皆さん、こんにちは。2000年度、関西大学大会サッカー部首相を務めさせていただきました、河北祐介です。今現在、愛媛県に所属しております。関西大学サッカー部のいいところ、えー、たくさんあります,ありますけども、うん、一つは、選手自身が責任を持ってトライをしていく中で、 え、自主性が育まれていく、そういう環境がある大学やっていうところですね。まあ、例えば、まあ練習一つとっても、うー、ん、幹部や四回生が中心になって、えー、トレーニングを考えていきますけども、えー、下の階の子たちにどうやったらこのチームが勝てるようになるのか、えー、聞いて、えー、またそれをトレーニングに入れる。 えー、失敗も成功もありましたけども、それをまた自分たちが責任を持って受け止めて、前に進んでいく。まあそういうことやったり、えー、チームの運営、主、え、務、ー、やマネージャーが中心になって、えー、責任を持ってやっていく、やっていく、やってくれてることで、えー、チームは回っていきましたし、えー、また試合の運営、えー、サッカーがしたくて大会サッカー部に、 入ったんですけども、えー、学稲の方に行かなければならないと。えーまあ、その中で、本当にいろんな何回も話し合いをして、じゃあ自分が行くと。えー、関西大学サッカー部の看板を背負って行くと、えー。その中で、えー、責任を果たしてくれたから、えー、試合の運営がうまく回っていく。 まあそうやって、まあ責任をしっかり果たしていく中で自主性が育まれて、で、いや、この、この、こいつらがこんだけやってくれてるんやから、もっと自分はチームのためにやろう。そう、力になろう。そういう思いが増えていく。え、育まれていく。その流れがある、まあ歴史っていうんですかね、関西大学の。まあそこがすごく今、卒業して20年経ちますけども、 あよか、いい大学やったよなって、本当に思います、えー。思い出に残ってる試合、えー、春季リーグが振るわなくて、えー、入り替え戦の方に行かなければならなくなって、えー、入り替え戦の初戦が、まあ、0-0、で、再試合、えー、90分で決着つかず、延長戦でも0-0。 で、再々試合でも0-0で、再々歳まで行ったと思うんですけども、まあそこで4対0で、えー、勝った試合ですかね。えー、まあ関西大学で先ほども話したように、すごく、うん、歴史のある、うん、いい流れのある、うん、大学で、サッカー部で、えー、そうそうたる先輩たちが残してきた、えー、結果のある、 ーチームを、えー、自分の代で落としてしまってダメにしてしまう,うんじゃないかっていうプレッシャー。えー、次の回の子たちに、えー、2部から、えー、始めさせてしまったらダメやなっていうプレッシャーもすごくありましたし。でもその中で本当に先週みんなが責任を果たして、えー、チーム一丸となって。で最後の試合は、えー、下の回の子たちも点取ってくれて。 で本当に勝てたっていうのはすごく嬉しかったですね、まあ。優勝争い、優勝するゲームではなかったですけども、関、えー、大魂っていうものを、底力っていうのを見せれた、えー、試合やったと思ってます。本当に嬉しかったです。現役生に向けて、えー、関西大学サッカー部という、えー、歴史ある、えー チームでプレイできる今という今をぜひ完全燃焼してください。で、今できる、挑戦できることを誇りと信念を持ってやり抜いてください。で、目標をしっかり達成してください。えー、OB、OG ともにしっかり応援してます。で、微力ながらしっかり稼いで OB 回避入れていこうと思います。 それでは、えー、次は、えー、1999年度、えー、首相を務めました、柏野さんにバトンを渡したいと思います。柏野さん、よろしくお願いします。また。